それではまあ早速ですけれども、トランプでございます。もう毎度おなじみのトランプでございますけれども、まあ、52種類ございます。今日はね、もうジョーカーがすでに省いてありますので、ぴったり52枚だと思います。そしたらですね、適当な場所でストップとおっしゃってください。どこでもストップ、それ止めた場所のカードを覚えていただくんですが、誰にも見せないように、で自分でも見ずに胸にまず当てましょう。胸にパッと当ててください。でよくあのトランプを当てるマジックってマジシャン得意でよくやりますけども、よく言われるのが、まあ当然僕の用意したトランプですし、あの印がついてるんじゃないかって方いらっしゃいますので、印があったとしても見えないように隠しといてください。では同じように適当な場所で止めてもらうんですけど、僕触れない方がいいと思いますね。1枚抜き出していただきますが、僕向こう向いてますので、はいはい、1枚だけ中央から抜き出してください。でまだ見ないでください。自分でもね、胸に当てといてください。はい、で裏も僕に見えないように隠しておきます。OK。はい。はい。これで全くランダムに1枚ずつカードを選んでもらいました。誰も知りません。うん、そうですね。じゃあね、まずご自身だけ確認しましょう。自分だけ確認しました。はい。はい。そしたらカメラにも見せてあげてください。OK。翼さん見なくてもいいですよ。はい。ね、翼さん後で自分のカード確認してもらいますんで。確認しましたか。はい。そしたら残りのカードを真ん中あたり差し込んじゃってください。はい。OK。でこの間ね、真ん中に差し込んでくださいって言って広げたら表向きで差し込まれた方がいて、すぐ分かっちゃったんですけど大丈夫大丈夫、裏向きもうこの中のどこかに紛れ込んで全く分からない状態です、うん、ではじゃあ翼さんもね、まず自分で確認しましょう。はい、確認しました。覚えられます？大丈夫、覚えました。マークと数字をしっかり頭にインプットしたら適当な場所に戻してください。 OK？ OK です。はい。さあこの中のどこかに2人のカードが紛れ込んでます。何のヒントもありません。普通はですね、なんやかんや言っても2人のカードを読み取るためにはいろんな手段を裏で駆使しなくちゃいけないんですけど、今日はね何もしません。何もしません。想像してください。自分のカードを想像してもらうだけ。分かってるのは一番上とか下にはないということ、中央のどこかに紛れ込んで、これだけです。まあだからそういった意味で50分の1とも言えるでしょうね。想像してください。想像して、黒いカードでした。いいえ、違う、あ、ごめんなさい、小林さんですね。小林さんが黒いカードです、はい、強くイメージして2人ね同時に念じてもらって、よくやるんですけどごっちゃになっちゃいます。黒いカードで、黒にはスペードとクラブがありますけど、渋い方ですね。クラブだと思います、はい、クラブ、はい、クラブですね。クラブで、数字のカードです。あまり大きくはありません。合ってますね。はい。あ、まあ、当然赤いカードですね。赤いカード、はい、赤いカード、それイメージして、それね、それね。翼さんのカードからいきましょうか。これだと思います、はい、そして陽介さんのはそうですね、黒でクラブで小さいカードで、あ、多分これですね、うん、これで間違いないと。Okay、じゃあ最初にズバリおっしゃってください。何でした？クラブの4。4でした。当たりですね。ハートですね。はい。何でしたか？ハートの5です。ハートの5です。ありがとうございます。意外とね、意外とというか結構不思議なのでね、シーンとなってしまいがちなんですけど、安心してください。超能力です。はい。で、はい、受けませんでしたので次進みます。今は52枚でやりました。トランプですから52枚しかないんですけど、ですからまあランダムに言っても毎日演じ続けて1日1回このトリックをやったら、まあ2月に1回は当たる計算ですよね。もうちょっと難しいことに挑戦してみましょう。では適当に分けていただいて、で残り重ねちゃってください。まあ今カットしていただいたんですけど、これによってカードの順番が変わります。一番上に何があって一番下に何があるか変わりますね。当然中央も変わってきます。では慎重に2つに分けてください。そして2つに分けた山の一方を使います。はい。まず2つに分けて、はい。でどちらを使いますか？こちらを使います。はい、じゃあ持ってください、はいはい、でまだそのまま持っててくださいね。でトランプはその半分だけ使います。そしてここに本が3冊、まあまあ小説と、あとまあこれ新書で、まあ僕の結構好きなパターンですね。 UFO 入門、まあこれも僕の好きな作家の本ですけど、これはまあ駅なんかで配ってるやつですけども、これが50ページぐらいありますし、他の本も200ページぐらいあると思います。どれか2つ手に取っていただいて、どれでもいいです。
で一つだけください、どちらでも、うん、買えませんか、はい、買えない、じゃあそちらはもうしまっちゃいましょう。でこれはじゃあ僕、まあ預かってもらいましょうかね、せっかくですから持っててください、僕も手を触れないようにしますので。では翼さん、はい、僕向こう向いてますのでトランプを3枚表向きに配ってください。はい、配りました。はい、この3枚に絵札入ってますか。入ってません、はい、入ってません。じゃあそれをそのまま使いましょう。その3枚は数字のカードです。バラバラかもしれないし、ダブってるかもしれませんが、僕には言わないでください。はい、一番小さい数字はいくつですか ?4 です。それを、じゃあ本の行数目。多分先ほど選んだのは新書でしたよね、確かね。新書ですから、それぞれのページに十何行か文章があると思います。一番小さいのは4。それを行数目にします。そして、2つ残ってますね、数字が。はい、それは大きい数字ですね。大きい数字が2つ。まあ、小さいかもしれませんけど、例えば今4でしたら、4より大きいっていうのは分かります。例えば残りが5と5だったら、まあ、足すと10ですけど、それと小さいにかけましょうか。5と5だったら5、25になりますね。10と10だったら100になります、はい、2つをちょっと頭の中で掛け算してみましょうか。はい、大丈夫、2人で確認してね、大丈夫、頭の中2人とも一桁ですから大丈夫ですね。では陽介さんね、はい、そのページ今決まったページを開いて、そして4行目でしたっけ、4行目を頭の中で、まあ、読み上げてください。声には出さない。あ、じゃあその数字のカードをひっくり返しましょうか。僕に見えないのにね、はい、僕は何ページかも知りませんし、あ、ちょっと今見えちゃいましたね。まあ陽介さん想像して、はい、例えばこれ UFO の本なんですよね、さっきタイトルね、僕向か多分ね10年以上前の本だと思いますけど、1回読んでそれっきりなんですけど、例えばブラフでね、ブラフで UFO って出てきますかとか言うと当たる確率も高いんですけど、でもないですね、ないですね、 UFO はない、まあ、UFO はないって言った方が確率高いかもしれませんけど、あ、そうか、ごめん、そうかそうか、本使ったんですけど大した文字数なかったですね、そもそもね、少なめですね、そうですね、はい、文章になってないか、ですですです、はい、一応皆さんに見せてあげてください。確認して合ってます、すごっです、あ、そうだね、ちょっと見えないですけど多分ですね、はい、ありがとうございました。まあ、UFO ですけど、これはスピリチュアル入門とかの方がねリアルな感じで読めたかもしれませんけどね。それではですね、まあ、ちょっと手に取っていただいて、クリップですね、ペーパークリップ、ごく普通のものです。まあ一応、まあ、チェックといってもね調べようがないですけど、ごく普通のペーパークリップ、皆さん右の目でこちらのクリップね、左の目でこちらのクリップね、まあ、大変ですね、両目でもやっと見といてください。ゆっくり10数えますね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、そうするとなんとクリップがですね飛び移るんですね。なかなかペーパークリップがねジャンプするとこ見る機会ないと思うんですけども、まあ、2個あるとねややこしいかもしれませんので、まず1個で一つだけでやってみましょう。こうすると聞こえますかね、なんとペーパークリップがポケットからジャンプしてくると、もう一回やってみましょうね、今度は左のポケットにしまっておまじないかけると聞こえますかね、これでまたジャンプしてきます。まあ大体何が起こるか想像できてますね。おまじないをかけなくてもジャンプしてくる。さらにおまじないを実際かけるとどうなるか、これなんとですねクリップがつながってしまうというわけでございますね。まあそうか、紅白でやることですね、紅白でやるとちょっとおめでたい感じになるというね、もう手品っていう感じのね手品、こういうの僕大好きなんですけど、まあ今日はこういった手品も大好きなんですが、手品がね僕一応仕事でございまして、実は趣味の世界をねこれからご覧いただこうと。趣味の世界とは言っても、まあ、手品ほどではないですけど長年やってますから結構うまくいきます、まあ、いわゆる超能力というやつです。いやもう口が回ってないですね、超能力 ESP というやつなんですが、ちょっと中覗いてみてください、はい、トランプがね3組入ってます、まあ、全部出してもらいましょうか。はい、いいですよ、1個2個3個で袋他に空なこと確認していただいて一応チェックしてみてください。カラーですね、はい、はい、ではこの袋ちょっと後で使いますね。それからトランプが3組ありますけども、まあ最初じゃあこちら青でいきましょうか。
よいしょっと。でこれもね、ジョーカーはもう省いてあるはずです。52枚だっけ。ではちょっと混ぜていただいてね、よろしいでしょうか。そうしましたら、じゃあ翼さんからいきましょう、はい。このように弾きますので、適当な場所でストップとおっしゃってください。どこでも結構です。ストップ、はい。じゃあ5枚ぐらい使いましょうかね。 1,2,3,4,5、 それよく混ぜ混ぜしていただいて、はい。じゃあ僕ね、向こう向いてますので、よく混ぜたら揃えてください。はい、はい。その5枚の組み合わせ誰も知らないですね。はい、そうですね。で混ぜ方によって順番も変わりますね。一番上のカードを覚えてください、はい。私だけ。まず自分で覚えましょう。はい、覚えました。覚えたらね、一応カメラにも見せてあげてください、まあ、小林さん無理に今覚えなくても大丈夫。あとでもう一枚別なカード覚えてもらうんでね。 OK、はい。そしたら残りのカードの間に今覚えたカード差し込んで揃えちゃってください。差し込んで揃えちゃう、うん、OK、はい、はい。じゃあそのまま乗せてください、はい、はい。でこれ中ほどにこれ入れときます。まあ、中央のどこかに紛れ込んだ感じですね。ちょっと混ぜてみます。ちょっと置いておきますよ。忘れないでください。まあ、忘れたとしても一応ね、はい、こちらの方の皆さんも見てますので大丈夫だと思います。じゃあ、洋介さんも、あ、もうじゃあ、僕触れないようにしますので、3枚抜き出してください。うん。どうでもいいです、はい。はい。そしたら混ぜ混ぜしていただいて。で、自分だけね、その3枚を見てください。表を見てください。3枚とも。3枚とも。で、真ん中のカードを覚えましょう。はい。覚えました、はい。で閉じてくださいね、閉じますとね、挟まれてますから、覗こうとしても絶対覗けないということですね。でそのまま置いていただいて、でこちらもさらに中央に入れときます、中央の3枚のどれかです。中央の5枚のどれかです、はい。覚えてます、はい、覚えてます。持ってください。で自分のカードを念じて、自分のカードですよ、さっきの。それ、はい、間違いない、はい。ちょっと1枚ずつ取っていきますね。これは明らかに違いますね、うん。ここにはないですね。うん、多分間違いないと思いますね。ズバリ何でした？スペードの3、うん。こちらがスペードの、あ、キングじゃなかった？キングではないです。キングではない、スペード3ですもんね、はい。そういう場合は残りカードを置いてください、はい。手に置いて挟んでください。念じて、はい、見て、これがスペードの3です。ごめんなさい、後半はねマジックをちょっと発動しちゃいましたけどねまあまあ、じゃあ正確に言いましょう。超能力で当てて、マジックで見せるという技をね今ご覧いただいたんですけど、自分のカード覚えてます、はい。自分のカード覚えてます、はい。こちらを混ぜましょう。そうするとまあちょっとね難しくなりますよね。一組全部集めちゃいましたから、これをね手探りで当てましょう。もうちょっと見ません、手探りで当てましょう。一応念じてみてくださいね。自分のカード覚えてますかね、マークと数字、はい。それ、はい、これ何がすごいかっていうと、分かった、伝わったとしましょう。超能力で手探りで見ずに探すのが大変。ここら辺かな、こんな感じかな。では黒いカードでした、黒くない、はい、ってことは赤です、はいはい。超能力はねあんまりうまくいきませんでしたしかし指先のテクニック感覚は多分大丈夫だったはずです。ズバリ何でしたか。ハートのエース、うん。広げるとこれがハートのエースです。まあよくね、全部ハートのエースなんじゃないのって方いらっしゃいます。そんなことはないですね、うん。さあそれではまあ今のはですね、まあまあ独身術が成功しましたね。失敗しましたね。だけどマジックでフォローしましたね。そして指先の感覚が完璧でしたね。だからね、いろんなものを使い分けて最終的には力技で成功に持っていくというね、デモンストレーションをちょっとご覧いただいたんですがちょっと違うパターンをお見せします。トランプ3組ありましたね。これは青いカードです。ちょっと持っていただいて、さっき2人が選んだ方戻しましたから52枚全部揃ってるはずです、ではもう一回混ぜましょう、そしてあと2組ありますけど、じゃ例えばこちらからいきましょうか。これもあの内容は全く一緒です。デザインが違うだけなんですけど、じゃあ翼さんね、適当な場所でストップとおっしゃってください。ストップ、ここでいいですか、はい、はい。さあこ
この混ぜ方、どこで止めたかによってカードの順番が変わってくるわけですよね、うん、多分うまくいってるはずです。ではカードを後ろに回してください、はい、後ろでにね、はい、これジャケット着てる場合はポケットを使ってもいいんですけど、まあ皆さん今日ねジャケットの大きなポケットお持ちじゃないので、で僕後ろにカード持っていくと今度はね、例えばテーブルの下にアシスタントが僕にこっそりと、うん、合図してくれたり、その探して僕の代わりにとかっていう方もいらっしゃるので、まあ、上でやります。さっき調べてもらいましたね、プロナカから、小林さんは後ろ、はい、誰も後ろにいないんですね、ね、チェックしてもらっても大丈夫、誰もいないですね、はい、あ、じゃあ一応テーブルの下も本当にいないんですよ。で、こうキックしていただいても大丈夫、誰もいませんからね、はい、では、あ、ちょっとこちらもちょっと確認しましょう。こんな感じ、一組ね、バラバラのカードがあります。そして袋があります。そしたらですね、ちょっと混ぜておきますね。中に入れときます。もう見えない状態。このカードを見つめてください。緑のよく売られていそうなトランプ。混ぜました。はい。手探りで真ん中あたりから1枚抜き出してください。まだ表には出さない。真ん中あたりから1枚。じゃあ僕も。手探りで真ん中あたりから1枚抜き出します、はい、抜き出しました。変えませんか？変えません。変えません。じゃあ僕も一発勝負でいきましょう。じゃあ表に出してください。裏向きのままね、はい、これね交換しましょう。で後ろに持ってってください、はい、そして真ん中辺に差し込んでください。真ん中辺、はい、よいしょ。片手だと難しいんでね、ちょっと両手使いますけど、はい、はい、よいしょ。こんな感じね。OK。さあ、じゃあよく揃えて前に出してください。はい。じゃあこれちょっとこちらに置きますよ。じゃあちょっと僕のカード出してもらえますか。はい。もう一つ使いません。この中に入ってるのが、まあ、陽介さんのカードということですね、はい。ちょっと確認しましょうか。こちらです。そして、こちらの中に入ってるのが僕のカードということですけども、まず陽介さんのカードからね、見てみましょうか。ハートの10、うん、まあ52枚の中からランダムに選ばれたことになりますけども、例えば僕のカードが同じ赤いカードである可能性 50% ですね、例えばハートである確率は 25%、 ちょっと難しくなります。確率は低くなる、うん、例えば10と10だったら13分の1ですね。10と10だったら、10はこの中に4枚ありますのでね、うん、こんなことがあるんですよね。ハートの10とハートの10。そしてちょっと待ってください。出してください。そう、はい、全部出して。全部出します。で持ってください。ケースは空ですね、はい、裏向きに持ってください。ではこうしましょう。ハートと3枚配ってください。ハート、これはハートの10ですね。ではハートの、の自由と、自由と、これでなんとハートの10が揃い踏みということでございます。ありがとうございました。